これがソロ版タルコフだ。PVE のみの個人開発 FPS、ロードトゥーボストフ。こちらの実況プレイやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いいたします。ということで、ゲーム画面やってきました。皆さんこんにちは。タルコフ系実況者の神優と申します。今回はね、こちらの新作ゲーム、パブリックデモ2がついに公開されましたので、そちらをね、最後ね、みっちりとプレイしていきたいと思います。このゲーム簡単に言うと、ソロ版のタラコフっていう感じですね。早速やっていきましょう。さあ、ということで、ゲーム画面やってきました。ここはですね、ロードトゥーボストフというゲームのエリア05という安全地帯のエリアになってます。ここでですね、基本的にアイテムだったりとか装備だったりとかを準備してですね、画像をご覧ください。こちらのですね、赤色のエリア。ボストフというエリアに向かっていくっていうのがね、このゲームの、まあ、ルールであり、そしてね、エンドコンテンツになってます。このゲームね、注意していきたいのが、この左側、画像左側のエリアっていうのは、やられてしまっても大丈夫なエリアになるんですが、まあ、それでもね、装備とか落としちゃうんですけれども、画像真ん中の黄色いゾーンから赤いゾーンにつながる壁を越えた先、そのね、ボストフというエリアに行ってですね、そこでやられてしまうと、なんとゲームのセーブデータ自体が消えてしまうっていうね、めちゃくちゃハードコアなパーマデスの、まあ、タルコフ系というか、ストーカー系のゲームになってます。でね、まあ、基本的にこういうね、安全エリア、エリア05のトレーダーだったりとか、と交換したりとか、ミッションとかタスクを受けて、最終的にね、自分のキャラクターを強化して、そして万全の体制でボストフに向かって、そこでアイテムだったりとか、そしてミッションをクリアしていく、拾っていくっていうね、ゲーム性になってます。で、もちろんですね、こんな感じでアイテムだったりとか回復っていう要素もありますし、まあ弾薬だったりとかもね、こういう風に拾っていくっていうのはもちろんですし、エナジー、ハイドレン、そしてね、ボディテンプってこれあれですね、体温ですね、をしっかりと自分でね、管理しながら攻略していくっていうね、サバイバル系の側面もしっかりとあります。まあこんな感じでね、まあざっくりと話したんですけれども、いわゆるパーマです。まあいわゆるローグライク系の FPS とでも言いましょうか。まあね、そんな感じのゲームになってます。今パブリックデモ版ということで、とりあえずね、体験版になってますので、これまだ製品版じゃないんだけど、早速ね、遊んでいきたいと思います。遊べるところも、ね、最後まで楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、早速戦闘やっていきましょう。はい、こんな感じでね、もう見ていただければわかると思うんですけど、結構反動強いです。あと敵も硬い。はい、倒していきました。まあなんでね、結構ね、リアルさで言ったら結構リアルです。このゲームね、個人の開発者さんが作ったゲームにも関わらずですね、めちゃくちゃ画質もいいし、何よりですね、今このデモ版なのにめちゃくちゃ軽いんですよ。それがマジでびっくりでね、倒していきました。OK。なんでね、本当に完成度高いので、期待されているソロ系のね、まあ、タルコフ系のゲームになってるわけでございます。まあ、こんな感じでね、拾ったアイテムとかを装備して、まあ、パンツとかも着たりしてね、こういうなんかコスメティックなアイテムとかもしっかりと存在してます。でね、これちゃんとね、なんか体力、体温とかの管理システムがあるので、服着たりするっていうのもね、しっかりと、ちゃんと重要な要素になってるみたいですね。黄色と赤の間、ボーダーゾーンと呼ばれるエリアを、もう通らなきゃいけないんですよね、まずは。でそこを通るとパーマデスやられてしまったらゲームオーバーなね。まあでも武士とか豊富なステージになっていくので、まあ早速ね、そこまで向かっていきたいと思います。ビレッジから迎えるのがですね、現状こちらのハイウェイというマップ、そしてこちらのシップヤードというマップになってます。今回シップヤードを向かってみましょうか。はい、ということで新マップやってきました。まあロード自体も田んぼ、ちょ待って、やばい。10秒、20秒程度かな ?30 秒かかんないぐらいで終わりましたね。もう入ったすぐに狙われてんだけど、ちょっと待って、やばい、怖い。マジでね、このゲーム、本当にね、タルコフ系とか、まあ、いわゆるストーカー系の持つ、ハード怖さ、撃たれる恐怖感っていうのをしっかりと残してくれてるんですよね。何よりこの、なんていうかな、一人でいる心寂しさっていうのかな、こうストーカーやったことある人ならわかると思うんだよね。それがね、うまい感じに表現されてるんですよね。テクスチャも結構ストーカー系統のね、まあ、しっかりとしたパキパキしたデザインですし、なんか思い出す人はやっぱりいるんじゃないかなと思います。まあ、制作者の方も結構そこはね、多分、まあ、似せてるというか、真似てるのはしっかりとあると思いますね。シップヤードは結構広々してるマップですね。で、まあ、体感遊んでる感じね、1マップ自体はそこまで大きな印象は、まあ、感じませんでした。まあ、どちらかというとね、比較対象で言ったら、それこそ FPS、なんていうかな、まあ、COD とか、まあ、そこら辺のね、FPS あると思うんだけど、そこら辺と結構マップの大きさは一緒かも。COD とかカウンターストライクとかね。OK、倒していく。まあ、こんな感じでね、腰ダメ打ちの変更だったりとか、そして、ファイアセレクト、フルオート、セミオート、っていうのも変更できますし、そしてね、F ボタンで、こんな感じでオプティック選べました。今持ってるタイトル類を、この場で
付け替えるっていうのがしっかりとできますね。今はマズル持ってないんでできないんですけど、こんな感じで、まあ、弾薬の数とかも表示されてね、もうリアルなんだけど、そこら辺はゲーム性で、ね、しっかりと動かせるようになってますね。リロードしていって、で、腰ダメ打ちをしながらね、近接戦はやっていって、で、ちゃんと覗きたいときは英国にして見ていくっていう感じですね。いや、いるんだけどな、見づらすぎるな、これ。倒したか？あ、倒しましたね。オッケーオッケーオッケー。やっぱりストーカー系といったら、これっすよね。あと欲しいのは、ギターを弾いてくれる友人ぐらい。このゲームはね、今のところまあデモ版なんでわかんないですけど、まあ、そういうなんか有効的な NPC っていうのはあんまりないのかな。結構孤独感は強めの作品ですね。そんなことはさておき、次やっていきましょうか。こんな感じでね、拾ってきたアイテムとかを、まあ欲しいアイテムとね、交換、物々交換っていうのをすることができる感じになってますね。で、お金自体もあるからユーロ使ってね、交換自体はできるんだけど、まあちょっとね、今デモ版ではできないみたいですね。こいつもすごいんですよ。はい、こんな感じでね、なんと、撃って、このボルトアクションも全部手動です。さらにですね、弾込めもちゃんとね、これ交代させて、で、手動で見て、左で弾込めです。ショットガンと一緒だけど、このね、スナイパーのアクションがえぐいよね。めちゃくちゃえぐい。めちゃくちゃ個人的にね、やっぱここまでこだわってくれるゲームってあんまり多くないので、やっぱりね、これ期待できる一個のね、要因じゃないかなっていうふうに思いますね。さあ、やってきました。ハイウェイは先ほどのマップと違ってですね、画像をご覧いただければわかるように黄色のエリアになってます。ボーダーゾーンと言われる危険エリア。要はね、一度死んでしまったらゲームオーバーのエリアの一歩手前といったところですね。早速向かっていきたいと思います。まあ、ハイウェイということで、高速のマップになってますね。マップ自体はここもやっぱりあんまり大きくない印象ですね。やっていきましょう。おー、いいねー。いるな。いって、骨折したー。まあ、ご覧いただければわかる通りね、こういう感じで骨折とかもするわけでございますよ。やべー、模型全然当たんね。こんな近距離で撃つもんじゃないかも。こういう時はハンドガンの出番。こっちかも撃たれるな。オッケー、危ねえ。なんとかなんとか。で、メイン武器を12に変えてと。いや、結構反動でブレますね、このゲーム。マジでめっちゃブレるわ。体力はそしてやばい。回復しなきゃ。なんとか。メドシンと、鎮痛剤で。あー、メドシンは結構、こうあれだね。結構万能ですね。何でも回復してくれるって感じかな。ハイドレーションがちょっと下がってるんで、スープ飲んでと。よし、これなんとか、ちょっと続けて戦えそうですかね。危ねえ、マジで。さあ、お次はマインフィールドです。さあ、それではね、やってきました。マインフィールド。ここがね、おそらくデモ版唯一のね、まあ、ボーダーゾーンと言われる、先ほど説明したパーマです。一回でやられてしまうマップへの、まあ、道のりというわけですね。まあ、すでにね、もう奥にスナイパーライフル構えてるやつがいるんで、あいつを撃っていきましょうか。ね、まあ、左下ご覧いただければわかる通り、このゲームね、サイト覗き込み中も、どんどんスタミナ使っていくんですよ。めっちゃリアル。オッケー。ビューティフォー。いやー、結構こういう瞬間がね、緊張しますよね。ね、ずっと上にヘリ飛んでるんですよね。明らかにこのボーダーラインを越さないように監視してる監視ヘリがいるみたいなんですよね。いや、なんとかボーダーゾーンはね、ちゃんとこの動画で超えていきたいと思うんで、頑張っていければなと思います。ある程度ね、FPS とか慣れてる方なんですけど、それでもね、このボーダーラインは、結構やってみてる感じきついですね。売れるなぁ。オッケーオッケーオッケー。オッケー！ビューティフォー。オッケー！いいね。いや、気持ちいい。トロゲーでスナイパー楽しいゲームめちゃくちゃいいわ。めっちゃいいこれ。こんな感じでね、地雷剣なんですよね。ここ通るとまずいと。網開いてるのどこだ？あ、でも網は向こう側しか開いてなさそうだな。ドクロマークがね、あるように、もうめちゃくちゃ普通に人死んでるんですね。あ、ここから進んでいく。いや、どこに地雷があるかマジでわかんないのがまずい。とりあえず、ここでしょ。ここら辺。これが地雷かな？これ地雷かもね。これだけできますか。お、いけた。あとは、あの網の方に行くだけ。
おえー、オッケー、通り抜けましたよと。さあ、まだね、実はまだここからなんですよ、ボーダーゾーンは。これ越えた先が、まあ、いわゆるね、ボストクなんで。ありましたね、ほら。あった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 。こういうの、至るところにあるて。怖すぎる。これさ、ジャンプして岩とか登れるんですかね。パルクール要素あるかも試していきたい。うわ。いやでも、なんとか無事に、壁越えしましたね。これで、体験版唯一の、ラダーっていうものかな。ちょっと読み方わかんないんですけど、赤マップ行きたいと思います。もう撃たれてるんで、行きましょう。はい、ということで、やってきました。ここが死んでしまったら、もう終了のね、もう右上ご覧ください。ドクロマークついちゃってるって。死んでしまったら最後のね、危険なエリアとなってます。食べれる食料とかはちょっと食べまくってですね、ハイドレーションとエナジーの値だけ、できる限りマックスにしておきましょうか。いや、マジ怖えな。早速、向かっていきましょう。いや、これがね、まあ、今現状の最高難易度エリアとなってます。なかなかね、難しくて到達できなかったっていう方も、この動画をね、見ながらね、ロードトゥーボストクのね、まあ、事前練習じゃないけど、予習っていうのをしていただければなと思います。もう、ちょっと待って、待って、待って、待って。あのね、この長年 FPS いろいろやってきましたけど、ハルコフと同じ、この初対面の感覚、同じです。怖くて前に出れない。まあ、結構ね、やっぱり、どのマップも箱庭ですね。なんか、いろんなゲームのいいとこ取りをしてる感じがするマップは。まあ、オープンワールドはやっぱ作るのがね、どうしてもスカスカな部分ができちゃうので、それはやらずに。ただね、こういう、上下のしっかりとした作り込みで、まあ、楽しみやすさっていうのはしっかりとありますね。スープかい。おお !MK18! いいですね。これなんか、あれなんだね。東側の銃もちゃんと出てくるんだ。なるほど。これはありがたい。今のところね、体験版なんで重量の制限とかあんまりね、持ちすぎてもないので、できる限りね、銃を持って、で、それを切り替えて戦うっていう戦法でいきたいと思います。結構いろんなね、マップが開発されてるらしいから、まあ、ここだけじゃないんですよね。ボーダーゾーンのこうした、ボストクっていうエリアは。まあ、結構何個もあるので、まあ、10個くらいあるのかな。結構ワクワクですよね。こんな感じのハードコアなエリアが何個もあるっていうのは。お、開けられるんだ。わ、これやっぱ、ああ、やっぱあれですね。ルートできる場所が多いね。こういう感じで、ミリタリー系のアイテムが出てくるものが全然いっぱいありますね。シガーボックス、タバコはね、どの世界でもやっぱり重要ですよ。マジでわかんねえ。待って待って待って。とりあえずカバー。重要です。構えられてたら終わりなんですけどね。オッケー、一人が倒した。扉としたね、どこにもミッションがあってみたいな。そういう要素はないんだけれども。だからこそ煮詰まった世界観、マップの感じっていうのはありますね。若干ね、やっぱり最近の AAA タイトルのオープンワールドやった人だと、ちょっとマップ小さいなっていう風に思うかもしれない。そこら辺わかんないけど。まあ、個人的にはちょっとちっちゃいかなとは感じたかな。これでクリアかなとりあえずは。まあ、もうちょっといるかもしれないけど。マズルもね、ハイブリッドつきました。お、ちょうど、こいつの発展とか来るかもしれない。ムケイチハチ君頑張ってください。M4 はね、やっぱりね、どのゲームでもね、あって、そしてね、楽しいもんですかね。フロートに切り替えていく。そして、腰ダメでチェック。ちょっと見えないな、ちょうど。見えない。いなくなったぞ。オッケーいいねー。いや、いいっすねー。おそらく、まあ、マップいろいろ探索したんですけど、ここが脱出口になるみたいですね。本来であれば。まあ、今回は実装されてないってところで、まあ、ここまでしか行けないっていう感じ。はい、ということで、今回はですね、こちらのロードトゥーボストクという新しいね、プロ限定のね、タルコフ系の脱出シューターをご紹介していきました。まあ、プレイしてみて、完成度が非常に高い作品だなというふうに感じました。これね、個人開発者が作ってるゲームなんですけれども、その中でも本当にね、もう一番をもう取っていいんじゃないかってレベルで、難易度もちょうどいいし、マップのデザインだったりとか、アイテムだったりとかもすごい完成されてます。まあ、これね、まだパブリックデモ2ということで、まだまだね、開発の、まあ、初期の方の段階ではあるんだけれども、まあ、結構いろいろな要素はもう全部楽しめるようになった。
まあ、ほとんどアルファとかベータテストぐらいの、まあ、作品となってます。で今後ね、まあ、こちらも販売してアーリーアクセスでやっていくみたいなので、気になる方はねぜひウィッシュリストまで入れておいてください。まあ、個人的にはね今無料でできるのでやっといて損はないゲームかなと思います。またね様々なタルコフ系脱出シューター FPS その他ねゲームの実況解説していきたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録と高評価とコメントと Twitter のフォローと名刺のご加入のご検討よろしくお願いいたします。早めに動画が見れます。そして、ね、ディスコのサーバーのねメンバー募集してます。これはねタルコフ系日本一位ね情報が集まるところにしていきたいと思います。まだまだこれからなんだけど、ぜひ参加の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。 GG